皆さんこんにちは、フジロクです。今回は簡単ティラミスをお届けします。詳しいレシピは概要欄に記載してありますので、まずはそちらをご覧ください。今日のレシピは作ったその日に食べられるティラミスです。お誕生日など何か集まる時にぜひ作ってみてください。では早速やっていきましょう。はい、それでは早速ティラミスを作っていきます。まずは型にスポンジを敷き詰めましょう。スポンジの生地はこのようにバラバラの生地でも構いません。お菓子作りで余った生地を冷凍しておいたものを今回使用しました。こちらにたっぷりとコーヒーを染み込ませていきます。準備ができたら大きめのボウルにクリームチーズを出して柔らかくしておきましょう。クリームチーズですが、私は今までキリのクリームチーズを使用していました。しかしですね、最近キリのクリームチーズ名前が変わったの皆さんご存知ですか？スーパーで売っているクリームチーズはクリーミーポーションという名前に変わって、中の成分も変わってしまっています。クリームチーズと味が違うので買うときは注意をしてください。私が使っているのは1キロのキリを使っています。そちらはね、クリームチーズのままなのですが、スーパーに売っているのはクリーミーポーションになっているので気をつけてください。ではクリームチーズが柔らかくなったらグラニュー糖を加えて柔らかく、そしてとろっとするまでゴムベラで練っていきましょう。クリームチーズが柔らかくなったら続いてメレンゲを泡立てていきましょう。メレンゲを泡立てるときは必ず卵白は使う直前まで冷蔵庫で冷やしておいてください。冷たい方が綺麗に泡立ちます。ハンドミキサーの速度は3番で泡立てていきましょう。今回のメレンゲはですね、固くなってからグラニュー糖を加えるようにしてください。これぐらいでは柔らかいですよ。もう少し固く立てていきましょう。というのも、卵白に対してグラニュー糖の割合が多い場合ですね、あまり早く入れてしまうとメレンゲが立ちません。なのでしっかり固め、これぐらいの固さになってからグラニュー糖を加えるようにしていきます。グラニュー糖は3回に分けて加えるようにしましょう。今回のティラミスはグラニュー糖を入れるタイミング少し遅めになっています。カチカチになるまで立てましょう。2回目がだいたいこれぐらいのタイミングです。シフォンケーキやロールケーキなどキメを整えるメレンゲとは違って、今回はしっかり固めに立てる、これだけ頭に入れておけば OK です。ティラミスは焼かないですよね。スプーンですくって食べるお菓子になるので、そこまで気にしなくても大丈夫です。はい、ではカチカチに泡立ちましたね。一度ボウルを逆さにしてチェックしてみましょう。ボウルをひっくり返してみて、後ろから手でトントントンと叩いてみましょう。この時にメレンゲが落ちてこなければ OK です。続いてはこちら、卵黄を加えていきます。ティラミスというのは基本的にはメレンゲはイタリアンメレンゲ、加熱したメレンゲ、そして卵黄はパータボンブなど加熱した卵黄を使います。どうして加熱したものを使うのかと言いますと、日持ちさせたいからですね。クリームチーズのお菓子は寝かせるほど美味しいので、できたらティラミスは日持ちして寝かせてから食べるのがいいのですが、その時に生の卵を寝かせるのは良くないですよね。そのために加熱したものを使います。さあ、こんな話をしながらね、生クリームも泡立てていきます。生クリームはこれぐらいの硬さです。8分立てぐらいかな。はい、クリーム3つ揃えました。では復習していきましょう。3種類のクリーム揃えましたね。はい、クリームチーズ、卵のクリーム、生クリーム、こちらを合わせていきたいと思います。一番硬いクリームチーズですね。このクリームチーズにまずは卵のクリームを加えていきます。その後に生クリームを加えていきましょう。それでティラミスのクリームが完成します。さて、話が前後しますが、どうして今回は生の卵でティラミス作れるのかというのを詳しく説明していきます。イタリアンメレンゲとパータボンブで作るティラミスは熟成させることができます。なぜなら卵に火が入っているからですね。じゃあ卵に火が
入っていないとどうなるのか、熟成ができないんですね。皆さんも卵かけご飯を作って夜に食べようとか、明日明後日に食べよう、そんなことはしないですよね。生の卵割ってしまうと非常に傷みやすいです。なので早く食べれば実は問題がないんですね。今回のティラミスは作った当日に食べられるようにとレシピを考えてみました。お誕生日が当日だったり明日、そんな時に急いで作れるティラミスがあったらいいなということで、今回は普通にメレンゲを立てて卵黄を入れる簡単なティラミスのレシピを作ってみました。なので今回のティラミスめちゃくちゃ簡単でね、作りやすいんですけども、賞味期限が短めになっております。作ったその日とか明日とか、できれば3日以内にお召し上がりください。今回のこのティラミスのレシピもお誕生日当日の人がいたので急いで私作らせていただきました。当日作って食べた感想としてはすごく軽いティラミスでしたね。で、3日間ぐらい私も食べました。まあ、そんなに卵はね急に傷むものではないので3日ぐらい冷蔵庫で日持ちするんですけども、やっぱり3日目が一番美味しかったですね。なのでもっともっと本格的なティラミスを学びたい、そんな方はロクキッチンのオンラインスクールの体験入学をぜひされてみてください。動画が全部見放題になっております。1ヶ月間無料で全ての動画を見て勉強できるので、いろんなレシピ知りたい、もっと勉強したいという方は動画の下の概要欄のオンラインスクールのメルマガチェックしてみてください。はい、ということでティラミスだんだん完成に近づいてまいりました。こちらですね、最後にココアパウダーもしくはカフェリーヌをかけるのですが、おすすめはカフェリーヌです。オンラインのロクキッチンのショップでも扱っているのですが、こちらカフェリーヌというのはコーヒーのパウダーです。ココアパウダーかけるよりも本当にコーヒーのパウダーがね、ココアパウダーみたいに粒子が細かくて香りもいいので、コーヒーが大好きな方はこちらもぜひロクキッチンのショップでチェックしてみてください。はい、ということでティラミスが完成いたしました。ティラミスが完成したら冷蔵庫で3時間ぐらいしっかり冷やしてください。コーヒーが染み込むのも時間がかかるので、作って当日食べるときは最低3時間は冷蔵庫で冷やすようにしましょう。もし抹茶のティラミスがしたいよっていう方はですね、生地の部分ですね、抹茶の生地に変えて抹茶を染み込ませて、上のカフェリーヌの粉末も抹茶に変えるとできます。いろんなティラミスお家で試してみてください。ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白かった、ためになったという方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。オンラインお菓子教室ロクキッチン。ロクキッチンでは生徒さんだけで集まるリアルレッスンや合宿を開催しております。みんなでお泊まりしていろんな自然体験をして学んだり、食材の勉強をしたり、そしてお菓子作り、パン、料理をたくさん作っていっぱい勉強して学んでいきましょう。さらにスクールの生徒になると約800本もある動画が見放題になります。スクールでは月8回授業があります。お菓子だけではなくパンや料理も学ぶことができます。授業はこのように行います。はい、じゃあ始めたいと思います。皆さん新年明けましておめでとうございます。オーディエンスがたくさんいます。拍手。今日はミルクティーブースクールでした。質問ないです。ありがとうございました。バイバイ。オンラインスクールでは各クラスそれぞれ写真を投稿しています。写真を見てモチベーションアップしたり、わからないことがあったら生徒同士で聞き合ったり、クラスでワイワイにぎやかに勉強しています。その他のサービスとして毎月レシピが自宅に届きます。たくさんレシピを集めて自分だけのアルバムを作ってください。そして生徒さんになるといつでも質問し放題です。24時間365日質問ができるのはとっても心強いですよね。こうやって写真を送り合って LINE でやり取りすることが多いです。特に返事が長くなりそうな時は音声でお返ししたり動画で返したりすることもあります。わからないことがあれば何でも聞いてください。なるべく早く対応させていただきます。
そしてすべてのレシピは著作権フリーです。お店で使ってもらってもいいですし、教室で教えてもらっても構いません。その際私に連絡する必要もないので、自分で学んだものはしっかり自分のものとして使っていってください。オンラインスクールロクキッチンはいつでも体験入学を実施しております。気になる方は概要欄のメルマガをチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。